ご尊父信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。我が輩が信長を戦場に引きずり出す、そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば、撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。大尉。あ、撃て。あの、いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて遅っ。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論みは再び外れてしまう。その後、長政は甲斐の武田信玄と組み織田軍を追い詰めるが、運命はまたも信長の味方をする。間もなく信玄が病没し、武田家は衰退。大きな後ろ盾を失った長政は信長に攻められ自害した。その後信長は信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は逆転を狙い、徳川領の長篠へ侵攻した。信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防柵と三千丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の戦法は、鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態と、信長の意に服し武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀は、その光景を歯ぎしりしながら眺めていた。反逆の将、長篠の戦い。悪党はお好きかね。それも良い。鉄砲の欠点は玉込めの間無防備になる。しかし鉄砲隊を三区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか。撃て。は、一番隊構え。撃つのです。撃って新しきよう。
信長様の世を切り開くのです。馬防柵の力侮れぬ。ここは一旦引く。鉄砲の前に掛垣騎馬隊は無と化した。長篠城を救うため鳥ヶ巣山砦を奪われ、信長世に代わり本陣を守る。ウヌが敗れればこの戦は敗北。我が輩の鉄砲の悪事も見抜いておった。その上でまだ我が輩を許すというのか。よし、飛び出す山飛び出への道は開けた。みんなは死に続け。南に兵が集中し、織田本陣周辺を救出。馬防柵があるとはいえ心配ですね。運命だ。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。そのまま長篠城へ向かうのだ。ご愁傷さま。かかったの勝頼。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな。山形正景と赤備え、これにあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっけ。撃ち取ったり。やられた諸君、言いたかったかね。ウヌのおかげで勝頼が戦を仕掛けてきた。ありがたき幸せ。入るか。お殺しな。
まだ信長の首には今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。古き者の不動もよ、生き古き時代とともに。赤備えまでも本妻ならめ、なんと悪運の強い魔法作と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵兵士の穴をついてみせます。無駄ではなく徳川を狙ってくるとは。過去と撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか、無価値。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ討たん。モノノフの魂、この槍にて貫かん。参るか、身の程知らずめ。信長を討たば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。子供が引っ込んでおい。忠義面無質が走る。危ないところであった。真田、侮れぬな。篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。さあかかってこい。このくせに粘りおって我が輩にまとわりつくな。信長を狙え。武田はまだ終わりではない。タマ様、内藤様、攻めましょう。開門。武田はまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。ザデ、信幸たちと交渉。開門。
信長を楽しませよ。という強さよ。ご愁傷さま。かなう相手ではなかったか。我がこうにしてくれるわ。ご愁傷さま。やられた諸君、言いたかったかね。ここは譲れない。いざ参る。譲れぬものがこの俺にあるぜ。運命だ。やられた諸君、言いたかったかね。ご愁傷さま。敗北は必死。打ち刺して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。まあ逃がしはせんや。役立たずには消えてもらう。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。もっと信長を楽しませよ。アクアカツ。アクの世界も地獄への序章にする。あれしない。ご愁傷さま。やられた諸君、言いたかったがね。
敵将討ち取ったぞ。愚か者どもが、逃げるなら信長を討ってからにしろ。いざ戦わん。僕への序章にすんだ。敵将、ここに滅した。皆大義、これで武田も終わりぞ。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。茶番はもういい。もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んで。だが、それは我が輩がそう思わせておるだけ。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。